演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、こちらファミリーマートのパン5種類を食べたいと思います。少し前に人気パン7種類を食べるというのがあったんですけど、その時に他のパンもどんなものがあるか教えてくれて、また買ってきます。やっぱり人気があるものは派生種も多いみたいですが、デニッシュとかコッペパンとか、そんな中で一つこの持ち歩きというのがものすごく大事。持ち歩けるから持ち歩き、いやそんなわけないじゃん、パンなんです、パンはどれでも持ち歩けますからね。ではその持ちっと食感ということなのでしょうか。ではその気になる持ち歩きから食べてみたいと思います。と中身はおお、チョコチップいっぱいですね。ではいただきます。確かに美味しくはありますね。でもやっぱり彼らにはちょっと及ばない部分もありますね。君たちはこちらの持ち歩きチョコは中のチョコチップはいっぱいだったんですが、思ったほどもっちりしてなかったのかなという印象ですね。もうちょっと弾力があるのが良かったな。まあ厚みとかそういうのもあるので一概には言えるのかもしれません。チョコしか出てないところを見るとあまり人気はなのかな。では続きまして、こちらのアップルクリームデニッシュ。以前食べたカスタードクリームにリンゴの角切りが入っているのですが、リンゴの角切りに甘酸っぱさが加わった反面、カスタードクリームの美味しさがちょっと薄まってしまったような感じがあるのが残念でしたね。初めてカスタードクリームにそのままで食べた方が美味しいって思ったかもしれません。それぐらいカスタードクリームが美味しかったですよね。あれなのでこれちょっと残念な結果ですね。続きまして、こちらの手巻きフランクロール。こちらは上に乗っているのがマスタードではなくマヨネーズなので、自分でも食べることができました。本当マスタードは苦手なんですね。そしてウインナーの美味しさを簡単存分に堪能することができました。美味しかったですね。これがやっぱりウインナーを感じたいけどマスタードはちょっとという方にはおすすめです。続きまして、こちらのコッペパンいちごジャム&マーガリン。これはシンプルながらいちごジャムの甘酸っぱさが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。やっぱりこういうシンプルなのが一番味が出るのかもしれないですね。ではラストにこのたっぷりつぶあんデニッシュなんですけど、つぶあんはたっぷりっていうことだったかなとちょっと思い出しまして、デニッシュにの考えるして考えると多いのかもしれません。もうちょっとたっ感じたかったかなという気がするのがちょっと残念でした。なんか今回人気のある商品のやつですが、残念な評価が多いですね。人気のある商品が上に行きすぎてちょっとハードルを高くしてしまったかもしれません。そんな中でも今回の一番のこちらのいちごジャムコッペパン&マーガリンで、甘酸っぱいいちごジャムがとっても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。やっぱり上げすぎた、もうちょっと低めのハードルにした方が良かったかな。で、なんで自分で言ってるんだそれを。では桜宮ルーブル美術館を彩るよ。ルーブル美術館に桜が咲いてもきっと綺麗でしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。